木琴とピアノのデュオのオドラータと申します。初めの曲がせっかく久しぶりというかめったに披露していないので曲の名前を言ってからやればよかったですかね。あ、いいんじゃないでしょうか最近とっても雨が多いので雨の日の前奏曲という曲で久しぶりに始めました。この曲はちょうど去年の今頃作ったんですけど、それ以来一度も再演していなかったので、ね、季節柄ね、ちょうどいいのでね。そんな曲ありましたっけって言って全然覚えてなかったよねでは2曲目いきますか。はい、2曲目はちょっとその雨の感じがカラッと晴れたような、音楽でなんですけども、雲の上でワルツという曲を演奏します。編曲したりした曲を2人で演奏してるんですけども、続いて2曲続けていいかな、2曲続けて演奏しますのは私が作った曲です。私が作った曲はこんな風にちゃんとしていなくてすぐ終わるんですけど、今ラナネロリさんの音楽を聴いてて、あ、すぐ終わると思ってなんかあの最後があの言葉途中みたいなので終わるじゃないですか。それがすごい、あ、分かると思って、あ、もうそろそろやめようって思うんですよね違います勝手にそうだそうなんかやってたら悪いような気がしちゃって、これ私だけですけどあの皆さんの時間をね使ってしまって悪いような気がしちゃってそろそろやめなくちゃっていう気持ちで終わっちゃうんです。へえ。だから私の曲は短いです。じゃあ
今日はあれですよね、あの小山さんが木琴のための自分のアルバムを制作いたしまして、はい、今日発売ということで、その中からの2曲ということでもあったんですか。なんかこの画面がないところが画面が通りましたあれをちょっと、なんと3月に録音していました自分のソロというか、まあ自分のやりたい CD っていうのが今日から発売、近づきすぎちゃった、今日から発売なので、こんなご時世ではございますが、まさか発売の、ね、日にちょうどライブがあったりするようなことが起きるんだなと思って、ちょっと嬉しい気持ち、今日から発売なんで、よかったら見てください。ありがとうございます。こんなね、短い曲ばっかり作る人がアルバムを作るとどうなるかというと、38曲入ってます。あの35秒とかの曲もあります。一番長いの4分ぐらい、あ、ないかな、3分半ぐらいかっていう感じなので、よかったら2000円で売ってます。よろしくお願いします。ありがとうのタイトル曲を今日はやりますね。あ、そうですね、はい、賢い虫というアルバムなんですけど、CD の1曲目にも入ってます。今日やるのは賢い虫と逃げろ逃げろという、これはオドラータのファーストアルバムにも両方入っている曲を演奏します。いいですか。どうぞ。
そうですね、最近小山さんは何なんか自分で作ってて、こんな料理が美味しかったよっていうのありますか？え、そんな話するんですか？びっくりした。MC っぽくない？あ、確かに。そうですね、自粛期間というか、まあ、家にいる時間が、外食とかもあまりしない期間だったので、ご飯は冷やし中華とか冷たいパスタとかをよく作りました。プチトマトを冷凍して、なんかタッパーに入れて冷凍して、それを熱湯にジャバンってつけると皮が全部取れるんですよ。で、なんか真ん中だけちょっと凍ったみたいになったやつで、柚子胡椒と醤油と砂糖とオリーブオイルとかでガシャガシャって冷たくしたのに麺を入れて食べるのが一番のお気に入り自粛料理でした。トマトが冷凍庫にあるとそれだけで作れるので何もなくても大丈夫。以上。あ、なんかあれです。覚えていいですか？僕はじゃあ YouTube でたまたま見た動画なんですけど、パッパアルポモドーロみたいな名前の食べ物なんですよね。イタリアのトスカーナ州あたりである家庭料理らしいんですけど、なんかバゲット、フランスパン硬くなっちゃった時の、使用方法らしいんですけど、言ってみればパンのおかゆなんですよ。パンのおかゆトマトソース煮込みなんですけど、パンを水にふやかしたやつを、玉ねぎをみじん切りにしたやつを炒めたやつに、トマト入れてトマトソースを作って、そこにその水に浸したバゲットを絞ってちぎって入れて、もう20分ぐらいずっと煮るっていう、それがなんかすごい美味しくて、パンの持つ力強さがそのまま煮込まれたことにより、なんかこう濃厚な力強い味を出していて、まあ一見ちょっと見た目は土砂物っぽいですけど美味しいんですよ。自粛のこと絶対なんか粉チーズとか入れたら食べれるかな。チーズも入れます。それを何度か作ってましたね。さあ、そんな驚かせですけど、次の曲やりましょうか。タンジュ、タンジュですね。タンジュという、これ僕の作った曲なんですけど、バレエのための音楽みたいな、そんな感じで作りました。Thank you.
番初めからレパートリー、そうですね、もともとは高屋敷さんの作ったピアノの曲なので、もともとあった曲なんですね。そうなんです、ピアノソラで、でも久しぶりに聴きましたね。久しぶりに聴いたかもしれない。さて次の曲なんですけども、次は、予約歓喜のオドラータという曲です。あ、そうそうそう、オドラータも2枚アルバムを出しておりまして、1個前に演奏したのがその短寿というのはあそこにあります。そうですね、ありがとうございます。中に収録しています。今から弾く曲はそのあ、そこ、ありがとうございます。そこにあるのに、これ録音しましたね、はい、しましたね、これで録音しました。中に入っておりますので、よかったらちょっと手に取ってみてください、ね、小山さんからは何か言うことありますか？ないです。よし、じゃあ始めましょう。練習していて、はい、今日のオドラータの曲を練習し、久しぶりにやる曲だなと思って練習していて、私だけなのか、みんなクラシックをやっていた人はみんなそうなのかわかんないんですけど、私カタカナで歌って覚えてるんですよ。ドレミで、あ、ドレミで、そう、ドレミで歌って覚えてるので、今の全部カタカナで言えって言われたら言えるんですね。だから、フラットとかシャープとかがさ、うん、すぐ変わるじゃない、はいはいはい、高屋敷さんの曲すぐ変わるんですよ。さっきまでフラットついてたのが全部なくなったり、シャープになったりするのが間違える。
あ、そうか。久しぶりにやるとそのカタカナで弾いちゃうから、うん、あれこっちじゃないみたいになるから、これはピンチだなと一昨日思いました。結成7年ぐらい6年わかんない、そこででも自分の弱点に気づく。あ、そこで気づいたの、うん、へえ。一昨日まで気づかなかった。でもね、ドイツ語音名とかでも読めますけど、歌わないですよね。歌わないよね、うん、だってシャープとか入ったらフィースとか、うん、ギースとか、うん、歌わないよね、うん、でもアメリカの人 F シャープとか歌ってたよ。あー、F シャープとか言えばそれも歌わないよね。みんなどうやって歌ってるのかなと思って。以上でした。わかります、わかります。旋律弾くときはね、僕もドレミで歌ってます。ドレミで歌いますよね、うん、さて、じゃあ続きまして、ゴンドラの歌という中山新平の曲をやりたいと思います。やりましょうか。はい、はい。Thank you.
なすごい眠くなるんです。眠くなる曲なんですか？ゴンドラの歌をこれを自分で編曲するにあたり、あのちょっとゆりかこのようなこうシチリアーナ男性かな、なんだろうか、わかんない。あ、違う、男性が、あ、だ、お、スモーナノーのはおじいちゃんだから、まあいいや、シチリアーノが男かもかわかんないけど。そうそうそう、あのちょっとたゆたうような、揺れるような、ゆったりとしたね、ゆったりとしたね、うん、今日雨なのに楽器が良くなって、あ、本当、なんか除湿機を去年買ったんですけど、はいはい、湿度、カビが生え、まあ、楽器の部屋には生えないんですけど、うん、カビがね、怖いからと思って除湿機を買ったら、ずっとつけてたら8ヶ月で壊れて、あ、なんか、つけ続けると、しかもついてるふりをするんですよ、壊れてって気づかなくて、除湿、いや湿度が少ないんだなと思ってたら、もう一切除湿してないのにずっとうーって言ってるから、あーこれは騙されていたと思って次の除湿機を買ったんですよ。そいつがすごくて、うん、すごいいいですよ、うん、楽器が良くなるよう、なんか、あ、そう、そんな予定で買ったわけじゃないんですよ。部屋干しとか、うん、あの倉庫の湿度がすごいから、動かして部屋干ししたい時とかに使おうって思って買って、そうそう、気まぐれでね、楽器の部屋に置いといてみたら、うんうん、あ、すごいなると思って、へー、お気に入りです。ちなみに今日の、あ、2号ですね。2号ですか。この木琴を3台持っていまして、同じやつを、そうですね、まあ、違うんですけど木なんで、それぞれね、これは 2代目に買った2号と、名前はココロちゃんですね。あ、そんな名前がついてた。コオロギっていう楽器の会社の、コロちゃん、ココロちゃん、ココココロちゃん、名前つくやつがないんですよ。あの一つ一つやっぱり、あのそのいろいろこう注文を小山さんがつけて作ってもらってるもんですから、なんか それなんかね、やっぱり一つ一つ違いますよね。で、これが3台並んでるところを見ると、なかなか壮観なものでありまして、あの色も違うんですよ、色、あ、木のね、木の色ね、見た目ちょっと違いますね。あとロープの色もなんか、その企画が変わったのかわかんないですけど変わってたり、それでも大体今ココロちゃんを使ってるんですけど、この間あの掃除をした時に間違ってココロちゃんを出しちゃって、ああ自分の練習いいじゃない、思ったらいいじゃないと思って、今日そのまま持ってきました。へぇ、これはしかも一度調律にも出してるので、あ、そうですか、もし気が向いたら後ろ見ていただいたら、結構掘った跡が珍しいと思いますね。木はよくギターのここに使われているローズウッドという硬い木、重の重たいというんですかね、硬い木で大体の木琴は、今はいろんな木も使ってるみたいですけど、大体の木はまあローズウッド。ローズウッドはやっぱ違うよね。ローズウッドです。いい音するよね。ホンジュラスというね。中米？南米？中南米。赤道直下の。暑いところからやってきた木を福井県で作ってもらってね。以上。じゃあ、なんか言い残したことはありますか今日？CD の宣伝したね。CD でしたね。あ、ライブはまだ決まってないもんね、次ね。とじゃあまたどこで会えるか分かりませんが、そうですね、どこで会えるか分かりませんが、皆さんぜひトマトのおかゆ作ってみてください。ぜひぜひおすすめです。できたら写真撮ってね、みんな高屋敷さんに送るという。あの見た目が悪いから送られてもな、まあ、美味しそうですね。じゃあ今日は最後に、はい、オドラータパレードという曲で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。